ラする。なんで。ナイス。こういうことね。おはようございます。今日もフジ TV を見てくれてありがとうございます。星野文香です。そしてデモのTの平田匠です。お茶。匠さん。はいはいはい。本日、うんうん、これから、はいはいはい、もう私たちと行ったらっていう、うんはいはい、ハウトゥーを撮りたいと思います。おー、私たちと言えば。はい。うんうん、そのまま、うん、僕たち、はい、私たち、はい、かっこよく滑りたいです。あー、なるほどね。はい。多分、かっこよく滑りたい人多分たくさんいると思いますので。これね。結構共通用語じゃない？もうスノーボーダー共通用語だと思うよ。やっぱかっこよく滑りたいをベースに多分みんなやってると思う。うん、だよね。なので今日は、かっこよくちょっとでも滑りたい方、うん、ぜひ最後まで見てください。はい。それでは、ふみたく劇場、スタートです。VTR？ え？ VTR？ キュッ。かっこよく滑りたい。全然滑れへん。なんで？あれどうしたんだろう？大丈夫かな？めっちゃむずい！スノーボード、むずい！なんで？もう、全然わからへん。どうしたんですか？いやもうなんか全然ターンとかわからんし。え？いやもう、全然滑れんし、ターンわからんし。お兄さんは、はい、滑ってる時に、うん、すんごい下見たり、うん、もうなんかもうどこ見ていいかわかんない感じで、はい、滑ってるの。俺が。そう。下見てる。スノーボードって、うん、行きたい方向を、うん、しっかり見てれば、そこに行けるから、はい、スノーボードが滑りたい方向、自分が行きたい方向を、しっかり両目で、見てごらん。両目でしっかり行きたい方向を見る。今、うん、君は、もうなんかもうなんなら、もうそのなんか30センチ先を、床を見てんのね。え？板を見るんじゃないんですか？君は、うん、ボードのすぐそこの地面を見すぎて、うん、自分がもうどこに滑っていいのか、どこに進んでるのか全然わかってないから、うん、ボードの行きたいその先、もう5メートル、10メーター先を、見て、うん、そしたら、人とのこう接触にもならないし、うん、すごくこう綺麗にうまくかっこよく滑れるから。本当にやってみる。はいはい、先見て。行きたい方向。行きたい方向見て。行きたい方向見て。そう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 。そう。行きたい方向見て。こっちこっちこっち。そう。そう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 。こういうこと。こっち。そう。こっち。こういうことね。なんかかっこよく滑れた気がする。そしてすごい笑顔になってる。笑っちゃってる。僕なんか顔がつられてる。じゃあ楽しんで。神田津田リゾートでかっこよく滑りたい。あれ？あの子大丈夫かな？イライラする。まだ全然滑れないんだけど。もう痛い体。あれ？大丈夫？ちょっとなんか足が結構伸びちゃってて。すごい滑りづらそうだったから。誰ですか？私、神達のアンバサダーを務めております、平田匠です！ちょっと見てたけどさ。いや、なんかもう全然うまく滑れないし、うん、ここ急だし、うんはいはい、なんか、みんなああいう風にビュンビュンって上手に滑ってるじゃないですか。うんうんうん、もうなんか私変なとこ行っちゃうし、うん、なんかいっぱい転ぶし、はいはいなんかちょっと雪もふわふわなんだけど、なんかちょっと痛く、体も痛くなってきたし、
なんかもううまく滑れなくて、怖い、うん。そうなんだよね。結構、この雪質、柔らかくて、滑りやすいかなと思ってね。で、結構こうスピードとかも出して滑ってたりするんだけれども、うん、足、腰が。足、腰？ピンピン伸びちゃってるのよ。ピンピン？そう。だからそこをね、もう少し、柔らかく膝を使ってあげる。足首と膝と腰を柔らかく使ってあげながら、うん、ちょっと低いポジションを取ってみて。低いポジション？そう。こうぐっと構えて、うん、足首と膝と腰を全体的に曲げるようなイメージで、ぎゅーっとちょっと小さくなるようなポジション取ってみると、うん、もっとかっこよく滑れるから。本当？そうだよ。なので、ちょっとそこ意識して滑ってみて。うん！行ってみよう！やってみる！よっしゃ。曲げながら膝もちょっと柔らかく曲げつつ、そう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 、ちょっとプッシュ運動するような感じで、そう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 、そこを柔らかく使いながら沈み込みでゆっくりぎゅーっと、おーいいね、いいね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 、そうぐーっと沈む、いいね、そう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 、そうだよ、いいねいいねいいね、ナイス。ほら、できたじゃん！ほら！なんか、うん、地面も近くて、うん、怖くない！ほら、言ったでしょ？え？そうなんだよ。これを、ポジションを低くしてあげる、体勢を低くしてあげると、うん、それがもう一気にね、重心が下がることによって安定感が増すの。うん、だから、そう。楽しくなってきた！やった！しかもかっこいいね！ありがとう！じゃあそれでスノーボードさらに楽しんじゃってね。うん。じゃあね。ありがとう。ありがとう。かっこよく滑りたい。はい。よいしょ。たくみさん。はいはい。ありがとうございました。はい、あの前回去年あのナイターで。うん。ナイター行くならこれを見ろっていう動画、はい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 、あの今カード出しますね。こちらでもちょっと寸劇の、はいはいはい、うん、ハウトゥーっぽいの。やらせていただきましたけど、かっこよく滑りたいを、はい、やらせていただきました。ドラマ仕立て。ね。これ一番わかりやすいんじゃないかなと。嫌いじゃない？いや、もう嫌いじゃないよ。よかった、うん、まあ、嫌いじゃないし、まあまあ、正直できるから。うん、まあまあまあ、まあメディア関係、まあその、まあ、TV とかね、まあそういうところ、まあちょっと、触ってきてる身としては、やっぱそこがちょっと、よかった。本ジャンルと言いますかね、私の。うん。よかったです。私も、結構ドラマ時代で、こう寸劇みたいなの、全然、はいはい、どっちかというと、楽しいので、うん、はいはいはい。フジ TV、これからも、ふみたく劇場、ちょいちょいやっていきたいなと、ちょいちょい。思っておりますけど、いろいろ、はい、リクエスト多いかもしれませんが、はいはい、今後ともよろしくお願いします。そこにお答えしていく感じですね。はい。はい。ということで、はい、これからも、ふみたくの寸劇、ぜひ、はい、楽しんで、楽しんで見てくれる方が、いたら嬉しいです。はい、この、ふみたく劇場、寸劇、よかったよと思った方、ぜひ、いいねと、いいねが多かったら、また、うん、やりたいと思いますので。いいね、再生回数、あと登録者数がね、それで、ポンって増えたらね。増えたら、次もやろうかなと思うので、ぜひ、いいねと、まだなかったらチャンネル登録も、お願いします。ぜひね、リピート再生してもらっても大丈夫なんだよね。ぜひ、友達にも、はい、教えて、ぜひ見てください。そうですね。たくみくんの SNS も概要欄から見てみてください。はい、それでは、皆さん、ここ、神田スノーリゾートでお待ちしてまーす。お待ちしまーす。バイバーイ。もうしかもなんでかしらの関西弁になってたからそこだね、思った全然わからん。どうやって滑ったらなんかみんなこうやって気持ちよく滑ってるような雰囲気。大丈夫。え板を見るんじゃないんですか？ボードの見続けるのではないんですか？こういうことね。そう。平田雄一くん。平田匠です。